富山地鉄では、元、池袋線のスペースウィーングが使われていたこともある。東海北陸道高速バスは、富山県富山市と愛知県名古屋市を結ぶ高速バスで、ある。名鉄バスセンターマイナスミッドランドスクエア前、西上袋富山市民病院前からそう来るは、富山市役所前から、富山駅前途中、昼がの高原 SA で休憩をとる。片道所要時間は、 約3時間40分。かつては、東海北陸自動車道の未開通部分を一般道経由で運行しており、その区間だけで50から60分を要していたが、2008年7月5日の同自動車道の全通時に運行経路の変更が行われ、同時に市宮インターチェンジ、明鉄バスセンター間でも、明記バイパスから名古屋高速への乗せ替えが行われ、 約45分程度の大幅な時間短縮がなされ3時間40分ほどになった。そうした東海北陸自動車道の全通も寄与して2009年になって名鉄バスの名古屋と山間の高速バス乗客数は6割増となったと報道されている。2015年3月14日には富山駅に北陸新幹線が開業したが、 それに伴い従来競合していた白鷺の富山発着が廃止、金沢発着へと変更され、新幹線の運行上の制約から、始発列車が繰り下がった。一方で、道路線は2014年10月以降始発を、富山駅前6時20分発に繰り上げ、乗り換えの必要がなく、所要時間も、鉄路と遜色がないことも、相まって一層の競争激化が見込まれていたが、 白鷺の片道運賃で往復できることもあり、人気が急上昇し、2016年度には乗客数が初年度に比べて6.6倍に伸びており、2017年の春には乗客数が100万人を超えた。ハイウェイバスドットコムで予約可能。コンビニ発券が可能になっている。座席指定制のため乗車30分前までに乗車券を購入しなければならない。富山地鉄では近年、 三菱不走の都市間高速車もシェアを伸ばしている。ハイデッカー4列シート36人乗り及び38人乗り。基本的に補助席はない。名鉄バスの車両にはコンセントトイレ Wi-Fi が搭載されている。富山地方鉄道でも2012年以降の新車にはコンセントを完備し、2019年4月1日から Wi-Fi サービスも開始している。ありがとうございます。